6月3日4日の尾張西琵琶島祭りを控えた5月27日江戸時代から地元に伝わる出汁について学ぶ体験講座が清須市で開かれました。これは小学生を対象にした郷土学習講座の一環で児童12人が参加しました。西琵琶島町の各町内には5両の出汁が受け継がれていて、尾張西琵琶島祭りで引き出されます。このうち頼朝社がある問屋町の出汁蔵に集まった子どもたちは、保存会の人たちから200年以上続く出汁の歴史やからくりの仕組みについて教わりました。頼朝社には4体の人形があり、静か御前が源頼朝に追われた義経の身を忍んで舞うからくりをします。子どもたちは出汁に乗ってからくり人形の糸繰りを体験したり、お囃子の太鼓を叩いてみたりと貴重な体験に興奮していました。面白かったです。からくり人形を動かすときにグイッとやるんですけど、そこが思ったより硬くてびっくりしました。保存会の人はこうした機会に親しんでもらい、祭りにもぜひ一緒に参加してほしいと話していました。